もこんにちは。いつも新機体で成し遂げたいオンドレアスです。さあて今週の新機体は、これにはこれが精一杯だ。はい、今週の新機体は機動戦士ガンダムナラティブからジェスタシェザール隊仕様 A が実装。これでシェザール隊も残すは C 装備のみとなりましたね。今週は30連でのゲット、本気は650コストの強襲機となっておりますね。期待チェック。ジェスタシェザール隊仕様 A はシェザール隊の特務使用機、バックパックがスタークジェガント同型のものとなっている高機動オプション装備機となっており、その機動力をもって不死鳥を追い詰めたり追い詰めれなかったりする機体。武装チェック。武装はジェスタ用ビームライフル、ビームサーベル、バルカンポットシステム、両部射出式グレネード。ビームライフル、ジェスタ御用達のやつ。ランダン式の即よろけ射撃となっており、ノンチャでは低威力ですが、フルチャージすることで威力1750を3000バーストの高威力射撃に直射撃個性。ビームサーベル、格闘連撃制御レベル2により3連撃が可能。格闘方向補正は標準ですが、連撃固定が通常2撃目 50% のところを 70%、 3撃目が通常 25% のところを 49% と強連撃固定。本機はスキルヘビーアタックによりチャージ格闘が可能。機からのスライディングガン 160% を2段の 320% 格闘。両部射出式グレネード静止射撃となっており、4発ヒットで蓄積よろけ。バルカンポットシステム、15発で蓄積よろけの取れる高性能バルカン。本機は新スキルフラップブースターにより、ダッシュ中に上昇することが可能。スラスターを消費しますが、高台へのアクセスや逃げに使えますね。また15秒間機動力が向上する EX ブーストレベル2と併用すれば、空中変態3次元機動殺法をお見舞いすることも可能。格闘チャージ中は EX ブーストが発動できないので、あらかじめの発動が必要。カウンターは連続格闘。それでは実戦の方行ってみましょう。シェザール隊、出るぞ。A 班と B 班は Y の援護、C 班は Y の援護だ。ということで650コストベーシック廃墟としやっていきましょう。この機体なんとスキルステルスレベル2を保有しており、敵のレーダーに捕捉される範囲を50メートルに減衰。このように敵が気づかないんですねー。このまま跳ね込んしましょうか。ビームライフルのクールタイムが思っていたのと違いました。我がシェザール隊の隊員になんてことを。隊員の仇はしっかり取るのが隊長の務。このプレッシャー。クラウがいい、カスダメ射撃コンボーなー。本当にカスダメ。はい、ということでこの機体、チャージ格闘を持ちながら高レベルステルス持ち。さらに3次元移動の新スキルに加え、ちゃんと緊急回避まで保有しており、全部モリーって感じのスキル構成となっておりますね。ただ格闘は方向補正が標準。射撃火力も先ほどの通り低い射撃補正のおかげで低火力。いかに忍殺チャージ格闘をねじ込めるか、これにかかってくるかと思いますね。敵に暴露しての射撃戦は最も避けたい戦い。ここは一度ヘイトを切ります。行くぜ、二度目の新スキル攻め、フラップブースター。見つけたぞ支援機。ダッシュしながらの高度調整は操作がダッシュしながらジャンプボタンを押さないといけませんが、宇宙できる人なら問題なく操作できるんじゃないでしょうか。検証の結果、新スキルのフラップブースターは宇宙の3次元移動と違い、カメラ操作による上昇補正はなかったので、早く上昇したいからといってカメラを上に向けたりする必要はないですね。エセファンネル機体を許すな。動いていれば貴様のデバフインコムなど当たりはしない。汎用の足で強襲を振り切れるもよなバスター。いやー、今のはカウンターも取れない、なかなか巧妙な起きした格闘でしたね。脚部にもらったのでもう脚部がパンパンでござ脚部が。本気は脚部干渉剤はないので足にちょっと集中されると普通におられますね。この機体なんですけども、格闘のリーチが結構短く、そういう点でも通常格闘でのゴリ押しはしづらい。また格闘判定表なのに、一般機と格闘が勝ち合うとなぜかこちらも食らうことがめっちゃ多く感じました。
またしても裏を取った相手はドーゲンウルフ。遅延っぽいポジショニングだからしょうがないね。やるか。EX ブースト点か。15秒の無制限不可視。体とスキルが噛み合っており普通に使えるスキル。あがあああ。遅延機のアーマー結構残ってましたね。この機体チャージ格闘の補正がそこまで高くなく、バーベル威力も2700とゴリラ機よりは抑えめ。火力が足りない場面が多く感じたので、カスタムパーツは格闘補正もりもりにしております。このバトーペでは、これまでたくさんのステルス機体が実装されておりますが、スモーク効果中しかステルスしない機体、スラスターが少なすぎる上射撃が貧弱すぎる機体、格闘火力低すぎてドムノーミーデス何回殴っても倒せない機体、緊急回避も強制噴射もなく一度捕まったら終わりな機体、というように、ステルスというスキルは強力がゆえに、代償として大きな欠点を背負わされてきていたのですが、初めてではないでしょうか。大きな欠点のないステルス機体の実装は、ま、強いて言うなら射撃能力ですが、ステージ選択で格闘戦に持ち込みやすいマップにすれば、その欠点はかなりごまかすことができますね。この機体が活躍しやすいのは北極や廃墟ではないでしょうか。とはいえ補給基地でも普通にやれました。三次元ダッシュが偉大すぎる。通常格闘時は何の体よろけスキルも発動しないので、このように余裕でカットされますね。ステルス生かさず通常格闘で戦うこの機体、全然強くないんじゃないでしょうか。敵の移動を聞く進軍コース、まさかいきなり駆け上がってくるとは思うまいて、やばいかも。なんか飛んできたー。逃げながらのバックスプルム、先ほどのナラティブといい敵の息がいいですね。ヘビーアタック、チンパンジー連弾参ります。パンジー担当、オンドレアス。Y には、これが精一杯だ。はい、というようにこの機体級に背後からチャージ格闘をぶち込むのが大変気持ちいいですが、やられてる側はまあまあ不快そうな機体となっておりますね。そういえば公式にてユニコーンガンダム、デルタガンダム、シプルムガルスの弱体が発表されました。まあ、でしょうねといった感じですが、ユニコーンは相変わらず高い戦績を叩き出しているそうで、デルタガンダムは600支援機がデルタ便に、デルタガンダムでよくねって言われ、シプルムガルスは一部ステージでシプルムガルス以外の機体の存在価値をなくしてしまっているので、まあやっとかって感じはしますね。届けーガッハー、何でも止めるビームに捕まってしまいました。さて、本機の機体性能を見てみましょう。まず耐久面、アーマー値は平均値を1100上回る21500。防御補正合計値は平均値を5下回るものの、ハイブバインダーにはダメージを 30% カットする干渉剤が備わっており、むむ、この機体耐久性能も悪くないですね。もしかしてハイエンド、攻撃補正は格闘特化型、格闘ぶち込むしかねえ。機動力はスラスターが高く、旋回値が低い。旋回値の低さがゆえに真上から飛び降りて格闘なんていうムーブが若干しづらかったりしますね。しかし空中制御プログラムレベル3により、空中ダッシュ時のスラスター消費が半分になったり、新スキルや EX ブーストなどの機動系スキルもりだくさん。まあ、やっぱりこの機体欠点少ないですね。射撃火力と通常格闘のリーチ、この2つでしょうか。気づいたら孤立している通りす、広告とはゲームスピードが速いので、ちょっと油断しただけでいつの間にか袋叩きにあったりしますね。残り時間わずか、ということはどういうことかわかりますか。EX ブーストを使うチャンスということだ。EX ブーストの時間だおらー。またしても餌食になるドーベンウルフに格闘が止まらない。おっと失礼、ちゃんととどめは先から許して。忍殺チャージ格闘からのビームライフした格闘、こちらおすすめコンボとなっておりますね。ヨナドスター。作戦成功です。圧倒的な勝利です。はい、ステージ選べば強いんじゃないでしょうか。チャージ格闘の1段目はあんまり速くないので正面ぶっぱはカウンター余裕でされるので注意。それでは今回はこの辺でー。